レベルスムエタイライト級王座決定戦。オタクか影の実力者か、レベルスムエタイの初代王座をめぐる3度目の決戦。全ジェネットワークライト級王者黒田明宏。ベルト持って世界で、試合やりたいんで。これまで吉本興司、梶原龍二に勝利するなど確かな実績があるにもかかわらず、草場に埋もれた実力者。35歳を迎えた今、キャリアの集大成を華々しく迎えようとしている。対するはフェニックス勝ち負け。あんま性欲ないんですよね。妙な出立ちで登場し、セミロで来たのに、アニソンを歌うアイドルをこよなく愛する一風変わった27歳。梅野源氏が認めたその才能が開花しつつある今、初のタイトルへ準備は整った。ふんどしでなんで書いて生きてんのかって、舐めてんのかって、やっぱ盛り上げたいっていうのがあるんで、チャンピオンになるんで、でそのチャンピオンとして、相手の心まで折る戦いを、それを、見せたいと思います。もう絶対勝つって思います。絶対勝つ、もう運命です。これまで両者の対決は2戦ともに引き分け、3度目の正直で王座を決する。まあ生きてでもつまんないなとか思ってたんですけど、こんなに何かやりたいと思ったことって今までなかったんですよ、格闘技ほど。本当絶対負けられないな、キックボクサー黒田明宏の、集大成だと思ったので、その道を、自ら、切り開く、それだけです。レベルスムエタイライト級王座決定戦、黒田明宏 VS 鉢巻き。